皆さんこんにちは、テックアウトの鎌田です。戻ってきました、ビカビカです。なんか塗装屋さんからね、戻ってテックアウトにこう入った時点でまたなんか雰囲気違いますね。しかももうしっかり磨いていただいてますからね、ビカビカですよ。これ最終的には多分ガラスコーティングとかもやっちゃうと思うんで、もっとさらにピッカピカになると思いますよ。はい。でね、もういろいろと、いろいろとあるので一気に組んでいきたいと思います。さあ、一気に組んでいきますけども、その前にすごい商品が届きました。見てみますか。念願のっていう感じですよ。この企画が始まった頃からちょっとこうね、その前からですかね、ちょっといろいろと僕はこういうのも作りたいなっていう、ことを思ってたんですけども、いよいよこの念願叶いました。見てみましょうか。こちらです。じゃーん。アルミのサージタンクです。ビレットインテークマニキットっていう形でテックアートからは販売するようになります。いよいよできましたよ。これ見てください。もう完成してますよ。これはオーストラリアの、ウェルドスピードさんと、共同で、まあ、お願いして作っていただいた商品になります。で、まず試作でこれ第1号なんですよ。まだ世界に1つしかない商品なんですけど、これはね AE111 ブラックヘッド用のスロットル5のサージタンクですね。はい、ターボでも使える、全然もう使えるんですけど、逆に言えばターボで使いたいぐらいのしっかりした仕上がりなんですけども、 NA でもエアクリーナーをどうしてもつけたいって方いらっしゃいますよね。そういう方にはもうぜひおすすめです。はい、ファンネルもいいんですけどもね、ファンネルじゃなくてこういうふうにサージタンクをつけて、ラジエーターの前、の方からエアクリーナーでしっかりこう吸気を入れてあげるというやり方ができるので、これはおすすめですね。で、このポートの形状とかもしっかり仕上がってます。これマシニングで全て作ってもらってますからね、綺麗です。ここもこのサージタンクのタンクの部分ももう削り出しで作ってます。で、なので肉厚5mm、まあ、そうですね、それこそターボでブースト2キロかけてもまず配置することはないですね。で、軽い、これはね、で、しかもこの裏の方にしっかり分厚を取る部分とか全て裏に隠してもらってますね。で、今回は、この車両には、7AG20 バルブのエンジンが搭載されます。で、4連スロットルがつきます。その4連スロットルを電子制御します。電子制御、もうアクセルワイヤーがないですよ。これまだ日本 AE86 でやるのは初めてなのかもしれないですね。僕んちも、実際初めての試みなんですけども、4連スロットルを、もうモーターで制御しちゃおうという、電子制御してしまおうという試みです。なので、その先からこのサージタンクがつきます。で、さらにここはエンジンの傾きを考えていただいて、ここも5度ぐらい下がってるんですよ、先端がこのね、水平から5度下げてる。これをやることによってこの先のパイプを仕上げやすくなる。で、このサージタンク、基本的には受注生産
まあ、二重バルブはこの形状でいくと思うんですけども、例えばこの先にスロットルボディをつけたいっていう方はフランジとかを受注で生産で製作できますので、まあ、基本的には受注生産、まあ、この形は、まあ、市販としてテックアウトから販売できるようになります。はい、もうこれ最高ですよ。ずっとこれ見てられるもん。かっこいいな。サージタンク、もう一つご紹介しましょう。お、なんか形状が若干変わってますよ。出ました、16バルブ用です。 AE86 の 4AG の16バルブ用のサージタンクです。これもう最高ですよ。すべて削り出しですからね。中もしっかりポート形状がパネル形状になってますからね。こちらの中も見てください。これは86の用の 4AG 用なので、ビッグポートと言われている方のポートですね。で AE92 後期とかだとスモールポート、ポートの大きさが違うんですけどね。今回はあえて16バルブ 4AG、AE86 用の 4AG で作りました。で今回のこのフランジは、電子スロットル用のフランジになってます。っていうのは前回、そうですね、あのターボのお客様の、サージタンク、いよいよね、この製品ができたのでこっちに変えようかなということでこのフランジを今回使いました。ただ市販、基本的には AE86 のスロットルボディがつくようにこれから作り直します。はい、で出来上がった時点で、テックアウトから発売開始になります。はい、これもオーストラリアのウェルドスピードさんとの共同開発、日本ではテックアウトでしか販売してません。はい、ここも今いろいろやってもらってて、給油気温センサーがつくようにとか、いろいろね、純正の部品が使えるように、センサーが使えるように今改良してもらってます。かっこいい。とにかくこの見てください、この溶接の目、このビート、これはもう職人さん、職人技ですよね。すごいですよ。もうウェルドスピードのアダムさんがっていうね、アダムさんがご自身で溶接してくれてるんですけども、身のあたり、この見えないところから始めて、この一番サージタンクの後ろ見えないところから始めて、ブイーンとブイーンとこの均等にビートを合わせながら溶接をしていく。そしてここも難しいですよね。ガーッ、おーっと耐えながら、はい、この辺で棒を変えたかな、変えながら一気に溶接していく。これはもう職人技ですね。はい、これ最高ですよね。で多分販売的には、価格的には消費税は別になると思うんですけど、まあ20万を切って出せればいいかなって今値段の調整はやってます。ノーマルのエンジンの方でも、もうとにかくこの吸気効率、吸入ね、この吸気効率も考えて作ってるので、多分フィーリングすごく良くなると思います。あとはやっぱりエンジンルーマー来た時に、おかっこいいってなるんですよ。もう本当にAE86 はどんどん、まあ、普通に乗るのもありなんですけど、やっぱり楽しく、進化させながら乗っていきたいなっていう気持ちがあるので、もうこういうパーツはどんどん作っていきたいと思ってます。でさらにこれをね、なんとなくこうほらツヤーっとしてるでしょ。これ実はアルマイトかけてるんです。すでにアルマイトありなしっていう設定もしようかなとか、いろいろ今設定を考えてるところです。さあというわけで、どんどん新作ができてきますんでね、そしてこっちの86も一気に仕上げていくので、お楽しみに。